第9節です。少しずつこの時間になって曇り空になってきましたが、ものすごく蒸し暑い中でのキックオフを迎えます。ファーストハーフの入り方は非常に大事です。今治のキックオフから始まりました第9節。藤枝は予想と変わりはなさそうですが、上原が取りました。そして福田のスピードを生かします。いいクロス触りました。杉本チャンスのところには必ず桑島がいます。2年目キャプテン杉本、早速見どころを作りました。右足から右足、OK、あ、福田を走らせる。ちょっと長すぎたか。いい判断です杉本。あ、もう一度福田1対1ループはどうだ。決定機、ただまだ出ていません。ああ、下げるしかありません。そのまま姫野連動、よく見えていました。ミドルパス玉城から桑島、行ってもいい、持ち込んで決めた。流れの中から桑島亮太、一歩前に出た FC 今治。試合が動きます。36分、素晴らしいミドルパスから今治、このパスがよく通りました。最後は玉城からのラストパスそうですが、落ち着いています、ただ原田がクロス、また桑島、キーパー正面、今度はキーパー正面でした。クリア、ダウン、ボール。シュートではなく柔らかくクロス、戻してもう一つプッシュできる。追いつきました、藤枝追いつきました。矢沢、変わった矢沢が同点弾です。この混戦の中最後プッシュ成功は矢沢です。もう一度見てみましょう。稲積、そしてフラフラと上がってなし。ちょっと痛そうに、この時間は倒れる選手が多くなっています。いった、有馬どうだ、決定機、外しました。有馬潤、一旦外からクロスを待ちます。松岡、ここはオンサイド、オーサイドネットでした。矢沢は投入されてから今治の脅威になっています。最後一本いけるか。いや、ここで乱れる。ここで藤田主審が笛を吹きます。90分終了、1対1、今日もドローゲームの FC 今治。